あ、いたたたたた、なになになにそう、てててててけいちゃんも、入ってないの？だいたいなてて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 あばあ、なに踊ってんラタタダンスしてるだけだけど、危ない、これ足こうやって一歩倒したの後ろのぶつけちゃうよね。あ、お前この中入れてもらえないの？ここさ、パー、あ、そこ入れてもらう、あ、入れてもらうようには交渉しようか、衣装はって入れてくれじゃん。パー、ケイちゃんの頭、パー、生コン、何あれ、111みずほ、でもガチで燃えるゴミの日にさ、生きた猫をゴミ袋に入って出してた人いたんだよねっていう事件あったの。だからゴミ回収業者がさ、なんかもぞもぞ動くからおかしいなって開けたのに子猫が出てきたんですって。ひでえ話だよ。ひでえよね。いや、し、気づかなかったら死んじゃうよ。あれすごい力じゃん、うん、押しつぶされて、あ、怖そう、そしたら断末が聞こえるね、へーっていう。うわ、ひどいよな、ああいうのをさ。いや、動いてたかなって、中で。ああ、それ気づくか。なんかおかしいと思って、で、なんか鳴き声がすると思って、まさかって開けたら、子猫が何匹か入ってたっつって。死体遺棄じゃない、あの、もうほんと失礼だけど、あそこに犬にこいつ吠えるかもしれない。ほんとひどい。なんでそういうことしちゃう。まあ、でも飼えなくなったからか。っていうか、相性を否認しないでさ、その辺に放置してたから、あれなんじゃないの、自分の飼い猫が妊娠しちゃって子供だから捨てたんじゃないの。うん、そしたら否認しろっつう。あ、室奈美恵めっちゃ整形してんね。うん、そうかな。メイクで人って変わるからあんまり変わってないと思うけど、鼻筋も一緒に見えるし。相当メイクで人変わるよ、整形急に。それですぐ整形って思っちゃうな、ちょっと。めっちゃ今日フッサし込んでんじゃん、この辺だけ。フッサし。初めから見にくいやん。こんな変な運転してる人、運転できるんですよ。予測できないんですよ。徐行してても無理で、あんな危ねえ運転されたら。ドンキホーテです。どんどんどん。ドンキ。正直ドンキホーテが近くにあるってだけで結構勝ちだよ。うん。ドンキホーテだって色あらゆるもの売ってるから助かる。何が助かるって、チモシー売ってるのがでかい。
がどっかだった気がする、新聞。あ、埼玉はないときついよ。東京とかじゃなかった、飼ってる人はみんな。家買うより借りた方がいいって人多いんだよ、東京はね、うん、高いから。サボリナだ、サボリナ。すげえな。何でも AI がやっちゃうから、掃除しようって言っても勝手にやっちゃうんですよ。で、もうやめたとかになっちゃう。で、そっからその暇が増えてくる。銀河鉄道39とアニメで放送されてた。
遠回りになった。うん、どこからって。これは無理だな。うん、きつい。ちょっと無理かな。残念だけど。どこ行くの？工場地帯。